からなんかわかんないはい、わかんないですお願いします。そんな難しいことは、はい、お願いしますまあ本当にサガン鳥栖がなかったら今の自分がないですし、サガン鳥栖と共に本当に成長させてもらったなっていうのはすごい感じてるので、佐賀県鳥栖市っていうものが僕にとってすごいこう大切な場所、いやお前キャプテン辞めたらいいんじゃないっていうこともそのミーティングの場で言われたりもしましたけど、まあそんな中でもやっぱりこう支えてくれる人もいましたし、まあ本当にユンさんとかはいやお前がやること全部ついていくから好きにやっていいよ、俺はお前を信頼しているからっていうことはこう言ってくれたのは非常にこう大きかったですし、やっぱりこうサガン鳥栖の高橋良樹だったなっていうところですね。